小さな頃の思い出などどうでもいい。私は過去を捨てたのよ。そんな昔の話思い出させないでちょうだい。おお、千里ちゃん大胆発言。これは今度出るお芝居のセリフよ。なんだ、そっか。びっくりさせてごめんなさい。今のあやちゃんとかイブちゃんが聞いてたらきっともっとびっくりしてすっ飛んできたと思うよ。そうかもね。事務所にいたのがちょうどひなちゃんでよかったわ。にしてもすごいセリフだね。ちっちゃい頃の思い出か。私はどうでもよくないかな。お姉ちゃんとの大事な思い出だし。そうね、私もそう思うわ。あら、カオルから電話。やあ千里、忙しい中来てくれてありがとう。忙しいわよ、本当に。あなたのためにかなり昔に出たドラマの映像を探さなきゃいけなかったんだから。それはすまなかったね。本当にありがとう。私の方でも探してみたんだがどうしても見つけられなくてね。それにしてもどうしてこんな古い映像を。急に思い出に浸りたくなったわけじゃないでしょ。思い出に浸りたいか。実際それもあるさ。幼い頃の君が精一杯演じたその姿、ああ儚い。もう一度聞くわよ、どうしてこんな古い映像をくれと言ってきたの。実は君が出ていたそのドラマ、今度演劇部で上演することになったんだ。確かにこのドラマは何度か舞台化もされている作品だったわね。ああ、私は君がかつて演じた役を演じることになったのさ。それで君が演じた時のものを参考に見たいなと思ってね。あなた、これが何年前のドラマか分かってる？私が小学校の頃に出ていたものよ。もちろん分かってるさ。だが何年前の作品だろうが名作は色褪せない。そうだろ？もっともらしいこと言わないで。どうせだったら舞台化された時の映像を探してみたら？私のより参考になると思うけど。いや、千里の演技より参考になるものはないよ。私にとって君が演じたこの役にはとても大切な思い出が詰まっている。私が出たわけではないのにね。不思議だ。そう、昔の出演作すぎて忘れてしまったわ。おや、そうかい。ええ、昔すぎてね。それじゃあ少しだけ思い出話をしてもいいかな。君が凛とした強さで演じ切ったこの役にまつわる思い出話をね。このワクチンが欲しければ私の言うことを聞きなさい。それがこの町でのルールよ。しーちゃん。かおちゃん、こんにちは。どうしたの？あ、ごめんね。もしかしてお稽古してた？いいえ、平気よ。あのね、昨日見たよ、孤独の街。ありがとう。どうだったかしら？しーちゃん、すっごくかっこよかった。でも、主人公の人に詰め寄るちーちゃん、迫力がありすぎてちょっと怖かったよ。お友達にはあんな風に言うことなんてないから。あのシーンはとっても大変だったのよ。でも私は女優だもの。やったことないことでもちゃんと演技しないといけないの。かっこいい。
あれは演技よ。本当じゃないわ。じいちゃんは、そんな子じゃないから。どうもありがとう。あれはお芝居だもの。別に気にしてなんかいないわ。でも、じいちゃんのこと、誤解してるよ。だからって、お芝居中優しくすることなんてできないもの。しょうがないわ。じいちゃんは、本当は優しいのに。かおちゃん、ありがとう。私は、本当に大丈夫よ。うん。明日のお休み、お仕事がないの。よかったら、私の家で一緒に遊びましょう。本当？行きたい。レオンのお散歩にも一緒に行こう。うん。頑張るね。あら、どうかしたの？この間、レオンが前足を上げて飛びついてきた時、驚いてそのまま尻もちついちゃったから。そうだった？そうだよ。だから今度は、ちゃんと受け止められるように頑張る。レオンはカオちゃんが大好きなのよ。そうだよね。よーし、頑張ろう。じゃあ今度はレオンのリードカオちゃんが持ってみる。また引っ張られちゃう。ママも一緒についてきてもらうから大丈夫よ。そうかな。怖いよ。大丈夫よ。困ったら私も一緒に持ってあげるわ。お願い。任せて。今から楽しみになってきたわ。こんにちは。お邪魔します。いらっしゃい。撮影現場で美味しいお菓子をいただいたの。一緒に食べましょう。ありがとう。甘くてふわふわで美味しい。うん、美味しいわね。これはね、ダックワーズっていう名前なのよ。ダックワーズ、ドック。そっか、確かにアヒルみたいだね。え？ダックっていうってことはきっとアヒルみたいだからだよね。ほら、よく見たらアヒルのくちばしみたい。そうかしら。ダックってアヒルって意味でしょ。だから多分ワーズはきっとつまりそういうことだよ。なにそれ。違うのかな。それにしてもこんな美味しいお菓子どうしたの？現場で先輩の女優さんにもらったのよ。甘くて美味しいわね。ちーちゃんはすごいな。大人の人ともちゃんと話せるし、知らないお菓子も知ってる。ダックワーズは私も初めて知ったわ。そこに置いてあるの台本見てもいい？もちろん。でも台本を見たことは内緒よ。うん、ありがとう。おいお前、こんなところで何をしている？私の名前はアカネ。お前なんて名前じゃない。あ、ちーちゃん、セリフ覚えてるの？ええ、そうよ。他のセリフも言ってみて。続きのセリフを言うから。取引しないか。いいわよ。ただし一つ条件がある。それはここに住む全ての人たちに衣食住の自由を与えること。本当に覚えてる。このくらい何でもないわ。すごいな。こんなに難しいセリフを覚えてちゃんと学校にも行って勉強もできるし。そういえばちーちゃんはどうして女優さんになりたいの？なりたい
じゃなくて私は女優さんなのよ。そうだったね、ごめん。女優になったのはそのもしかして聞いたらまずかった、ごめん。ううん、そんなことないわ。女優になったのは表現の幅が広がれば人生が豊かになるからよ。人生がなんだか難しいね。そうでしょ、女優さんは難しいお仕事なのよ。だから私はどんな役もちゃんと表現できる女優さんになって豊かな人生を送れる人間になるの。そうなんだ。それに女優さんになればいろんな人になることができるのよ。かっこいい人にもかわいい人にも優しい人にも冷たい人にもいろんな人になれる。憧れているお姫様にもかっこいい王子様にもなれるの。とっても素敵だと思わない？いろんな人に。すっごく素敵だね。そう、だから私は女優さんになったのよ。そうだ、せっかくだからセリフのお稽古の相手をしてみない？私のセリフ以外をかおちゃんが読んで。いいの？やってみたい。それじゃあ最初からやってみましょ。このふざけたことを言うな。どうしたの？しーちゃんにこんなこと言えないよ。これはお芝居なのよ、大丈夫だから。でもかおちゃんは本当に優しいわね。じゃあ別のシーンをやってみましょうか。ごめんねちーちゃん、ありがとう。気にしないで。それじゃあ10ページのシーンをやってみましょう。いいかしら。ちーちゃん、一緒に帰ろう。でもあれはああいうお話だから仕方ないのよ。あ、かおちゃん、そんなところに立ってどうしたの？帰ろ。昨日のドラマ見たよ。そう、どうだった？しーちゃんが嘘をつくシーン、あれは仲間を思ってやったことだってちゃんと見ればわかるし、別に悪い人には見えなかったよ。クラスの子はあんな風に言ってたけど、私はそんな風には思わなかった。それに本当のちーちゃんは悪い子じゃないって知ってる。とっても優しい子だから。かおちゃんの方が優しいよ、そんな風に言ってくれて。でも私、みんなにそうやって言えなくてごめんね。みんなお芝居だってことを分かってないだけよ。別に気にしてないわ。ちーちゃんは本当に強いね、私と大違い。私があんな風に言われたらびっくりして怖くて何も言えなくなっちゃうよ。私もしーちゃんみたいに強くなれたらな。私は強い人になりたいわけじゃないわ。しーちゃん？毎週ドラマが放送された次の日が怖いの。何を言われるんだろうって、みんなから怖いって避けられて、本当の私もあんな人だって勘違いされて、それでも平気でいられる人になりたかったわけじゃない。私だってみんなと仲良くしたいし一緒に遊びたい。怖いねなんて言われて平気なわけない。しーちゃん、
泣いたらダメだって言われたの。お仕事に責任を持たないといけないから、泣いて弱音なんて吐いたらダメって。でも我慢してたらいつか本当に悲しいって思う気持ちもなくなっちゃいそうなの。どうしよう、怖い。ちーちゃん、大丈夫だよ。私は本当のちーちゃんのこと知ってるから。大丈夫、大丈夫だよ。あの、だから大丈夫だからね。ちーちゃん大丈夫かな。私だってみんなと仲良くしたいし、一緒に遊びたい。怖いねなんて言われて平気なわけない。でも我慢してたらいつか本当に悲しいって思う気持ちもなくなっちゃいそうなの。どうしよう、怖い。あの日から元気がないような気がする。私がもっとちゃんとちーちゃんに言葉をかけてあげられていたら違っていたのかな。それにクラスのお友達にもちーちゃんはそんな子じゃないって勇気を出して言えていたら、きっと私が臆病だから。かおちゃん、おはよう。あ、ちーちゃん、おはよう。今日のお昼休みにね、みんなで孤独の街ごっこをするのよ。かおちゃんも一緒にやろう。え？みんなドラマを見てくれてるから、一緒にごっこ遊びをしたら仲良くなれるかなと思って声をかけてみたら、みんな乗ってくれたの。そうなんだ。じゃあ私もやるよ。本当にそれでいいの？なんだか無理してるように見える。それじゃあみんなにかおちゃんも来るって言っておくわね。うん。孤独の街は放送を重ねるにつれて注目度を上げていき、素晴らしい作品として評価され、その後君は孤独の街での演技が評価されて、次々といろいろな作品に出演するようになったね。私のことなのによく覚えているわね。君は大切な幼馴染だからね。そしてある日、心優しく正義感の強い探偵役を演じることになった。孤独の街とは真逆の役柄だったけれど、見事に演じてクラスメイトたちの君を見る目が変わっていったのをよく覚えているよ。みんなずるいよね。小学生探偵マコが始まってから、ちーちゃんのこと急に優しくてかっこいいって言い出して、やっぱり私納得できないよ。もういいのよ、かおちゃん。え？もういいの。かおちゃんやママや妹レオン、私の大好きなみんなが私のことを知っていてくれればそれでいいの。他の人たちからどんな風に思われようが、女優をやっているのは私なんだから。しーちゃん、どうしたの急に。悲しいって気持ちが消えちゃったらどうしようって思ったりして怖くもなったけれど、そういう気持ちも今まで感じたことのない気持ちも全部お芝居を通して表現できるものね。怖いことなんてないわ。そんなの。ちーちゃんは、ちーちゃんはどこへ行くの？かおちゃんは優しいね。かおちゃんはかおちゃんとしてその優しさを忘れちゃダメよ。ちょっと臆病だし、レオンにも引っ張られちゃうけど、そ
それが母ちゃんだもの。ちいちゃん。それからも君との友人関係は今日までずっと続いているが、あの日を境に君はプロフェッショナルな存在になったように感じたんだ。懐かしいね。君の門出の瞬間だ。そんなことあったわね。でもあなたが今の瀬田薫として突然現れた時もすごく衝撃的だったわ。私はいつだって私だよ。そう言ってなさい。もう少し思い出話を続けようか。中学生になったんだし、もっとしっかりしなきゃ。ちーちゃんと違う学校になっちゃったし、中学に入ってからちーちゃんとは全然会ってないの。テレビで活躍してる姿は見てるけど。悲しいって気持ちが消えちゃったらどうしようって思ったりして怖くもなったけれど、そういう気持ちも今まで感じたことのない気持ちも全部お芝居を通して表現できるものね。怖いことなんてないわ。しーちゃん元気かな。演劇部、よし。すみません、体験入部お願いします。おや、あそこで騒ぎが起きている。一体どうしたのですか？勝手に決めてかかってはいけない。真実を見つめる目を持たなければ。あなたの持つ美しい瞳を見ればわかる。それは内面から湧き出る強さだと。私は誤解に対して毅然と立ち向かうあなたの美しさを知っています。私は美しい心と正義を愛する者、この国の王子。お芝居はなりたい人になれる。臆病な私から変わるには、ちーちゃんみたいな強い人になるには、私演劇部に入部します。早く現場に急がないと。あら、あの人だかりは。子猫ちゃんたち、私の美しさで倒れぬよう、どうか気をつけておくれ。え、あれって、カオちゃん？あなたと久しぶりに会った時の衝撃、今でも忘れられないわ。すまない。私たちの思い出の儚さに、つい涙が。ああ、はかない。ああ、そうね、はかないわね。でも、それが今のあなた、なのよね。千里。なりたいあなたに慣れている。それなら、その、はかないも悪いものじゃないって、なんだかそんな気がしてきたわ。ああ、私は私だ。
ありがとう、千里。別に、思い出話をしていたらそう思っただけ。明日にはやっぱり嫌になってるかもしれないわ。それでもいいさ。今の私がそうであるように、千里、君だって変わらない強さを持っている。昔のようにあだ名で呼ぶことはもうないけれど、優しく強い君は変わらない。それを知っているからこそ、どんなことにも挑戦する君を応援できるんだ。初めて今のあなたに会った時、どうして私と同じ演劇の道を選んだのだろうと、やり場のない怒りみたいなものを感じたわ。やがて私のように泣くことも怒ることもやめてしまうんじゃないかと、私の知っているカオルじゃなくなってしまうんじゃないかと。でも根っこは私の知っているカオルのままね。思い出してくれたかい。昔から少し感性が変わっているところも同じね。違うのは勇気を手に入れたってところかしら。はあ、それにしても今のあなたがいるのは私にも責任があるんだって思ってしまうわ。私のことなんか別にかばってくれなくたってよかったのに。そんな言い方をしないでくれ。君のおかげで私はやりたいことが見つかって、生きてみたい人生を手に入れたんだ。大げさよ。私とあなたがたまたま幼馴染だったってだけ。まあ今のあなたが楽しいならそれでいいわ。さて、少し話が長くなってしまったね。君の映像を参考に私もこの役を生きてみるよ。公演はいつなの？今から1ヶ月半後さ。よければ招待させてくれ。スケジュールが空いていればね。演劇部の公演ということはマヤちゃんも頑張っていることだろうし。ああ、今から張り切って準備を進めているよ。こんにちは。すぐいるかな。おや、子猫ちゃんのお出ましだ。おう、ひまり、瀬田先輩と白鷺さんがいるぞ。あ、本当だ。カオル先輩、千里さん、こんにちは。こんにちは、ひまりちゃん。トモエちゃんもこんにちは。二人でお茶かな。ああ、そんな感じです。二人もお茶ですか？ええ、お茶だったわ。さて、カオル、用事も済んだし、私はそろそろ失礼するわ。ああ、そんな悲しいことを言わないでくれ、ツタト。せっかく子猫ちゃんたちが二人も来てくれたんだ。よければ4人でもう少しこの儚い時間を楽しもうじゃないか。え、いいんですか？ああ、もちろんさ。ひまり、よかったな。はあ、仕方ないわね。ひまりちゃんやともえちゃんとはお話ししたいし、私ももう少し残らせてもらうわ。やったー、ともえ、来てよかったね。だな。それで二人はどんな話をしてたんですか？なに、ちょっと昔の話さ。そっか、二人は幼馴染なんですよね。気になる。すまないね、ひまりちゃん。それはできない。秘密さ。そうなんですか？気になる。そうだ、ひまりちゃん、今度演劇部で新作の公演があるんだ。よければぜひ見に来てほしい。トモエちゃんもどうかな？あ、いいんですか？ありがとうございます。絶対、絶対行きます。今回はどんな役なんですか？ああ、それじゃあこの役について語らせてもらおうじゃないか。千里、トモエちゃんも付き合ってもらえるかな？いいわよ。私も聞いてみたいです。ああ、なんて儚い時間なんだ。まず、このストーリーについて話そう。この物語はね。